スノーマン渡辺翔太、顔から下が全部ない、こだわりのツルツル脱毛事情をカミングアウト、スノーマンクイズ41。渡辺翔太といえば美容キャラや、それスノーマンにやらせてください TBS 系でのビビリクレーマーキャラのイメージがあるが、最近はドラマに主演して俳優として評価を高めている。今回は渡辺のいろんなエピソードからクイズを作ってみた。 ファンなら全部わかるはず。答えは次のページで。門1 8月3日から関東圏で放送されている SBC 湘南美容クリニック男性美容医療の新 CM 編に単独出演する渡辺翔太が1日に行われた発表会で自身が経験した美容医療のベストさんを紹介。美容好きになった原点として医療脱毛を紹介すると、 何年髭剃りを使っていないのかという感じ。顔から下が全部ないのでメンバーのみんなからはと呼ばれています、と告白し、会場の笑いを誘っていた。そのドラゴンボールで人気のキャラは何モンツー、渡辺翔太がストーンズ森本慎太郎と共に、舞台、ウリームボーイズ、10月9日から29日、帝国劇場の制作会見に出席。 前回2023年の共演を経た上で、改めてお互いの印象を問われると、渡辺がムードメーカーで頼りになる。だから新太郎の周りには人が集まると語ると、森本は僕とは真逆だけど、稽古とかステージに対する姿勢が真面目で素敵と称賛。お互いにと言い合っていた。に入るのは何 モンスリー、渡辺翔太と中村案がダブル主演を務める連続ドラマ、青島くんは意地悪テレビ、朝日系のファンイベントが、8月5日に六本木ヒルズで開催された。ファンから、笑いなしの胸キュンセリフをリクエストされると、渡辺は、胸キュン担当じゃないんで、と逃げ腰しだったが、中村が、みんなが暑い中来てくださっている、と注意。観念した渡辺は、 みんな暑いと思うけど、俺がて、もっとかけるかけるしちゃうぞ、と、イケメンボイスで披露。とかけるかけるを埋めて、胸キュンセリフを完成させよう。モンワンの答えは、フリーザー。他に、美肌、美白を目指す IPL、インテンスパルスライト、光治療を紹介すると、パチパチした刺激があるんですけど、僕はもう慣れて。 もはやこの治療中も寝てしまうことがあるぐらい。それで気づいたんですけど、多分僕の M ですね。ちょっとパチッとなるのとか、注射とかが好きみたい、と笑いを交えてカミングアウトしていた。モンツーの答えは、大好き。同舞台は、2004年に滝沢秀明主演による初演以来、20年間の長きにわたり、旧ジャニーズのタレントによって演じ継がれてきた。 会見では、演出の道元光一からのサプライズメッセージも。光一は、主演の翔太はあまり乗り気じゃなかったけど、その謙虚さが逆に良かった。慎太郎は、勝負とより器用なところがあるかなと感じていて、チャンプを演じる上で悲しおしょっているところや実は、優しい部分をうまく表現してくれた。と、去年の公演を振り返っていた。モンスリーの答えは、 俺が抱きしめて、もっと熱くしちゃうぞ。ファンから歓声が上がったが、隣の中村は大爆笑で、渡辺は失礼ですよね。本当に、と突っ込んでいた。イベントでは、青島の実の母方坂本組を演じる木村多江もサプライズで登場。掛け太くん、ショッピーはよく寝ている。私は寝顔を見ちゃいました。お母さんの特権と、 笑いながら暴露していた。推しドラサタデー、青島くんは意地悪、は第1話第4話の見逃し配信総再生数が1000万回、ビデオリサーチ算出、7月7日から8月8日を突破し、テレビ朝日の同枠歴代最高記録を更新。配信サービスティーバーのお気に入り登録数も92.1万、8月24日10時現在と、 深夜枠ながらもゴールデン枠の人気ドラマの中に食い込んでいる。